そうですね、はい、まあ、あのやはりエディさんがあのあれでしょうね、あのオシムさんの時はすごく練習試合したんで、それを思い出して、あのゲームの、ね、コンディションを上げるっていう意味でやったんだと思いますね、はい。まあ、その中で課題を見つけてはそれを消化していく、そういった作業を繰り返しているようです。さあ左サイドに林、左に持ち替えていいボールだ、ヘディング、先制柏レイソル、完璧なボールでしたね。今は沢のヘディングが決まりました。柏レイソルでは公式戦で初ゴールになります。沢、いやー、中西さんのご指摘通り見事なクロスでしたね。いや、今のクロスは完璧ですね、はい、スピード高さといいね。ここでまず北島が時間を作って左のスペース、林を使ってシンプルに入れてきました。いや、素晴らしかったですね。いや、素晴らしかったですね。まあ、これはサーブもう触るだけという感じですもんね。まあ、キーパーも本当出たくても出れなかったと思いますね、はい、スピードだとね。さあ、正勝、まずは柏レイソルに先制点をもたらしました。ネルシーネ監督はまだ表情一つ変えておりませんけれども、これで